自動車日本における自動車国内専用車国内専用車または国内専用モデルとは自動車メーカーが国内専用車として国内マーケット向けに生産している自動車の種類のことである文字通り自生産国外へ輸出及び販売がされない車種である本校では自動車メーカーが国内専用車として生産している車種について述べる並行輸出 改造された国内専用車本来は日本国内専用車のため右ハンドルしか存在しないが輸出先は右ハンドル車が登録不可のため左ハンドルに改造されている法や行政上の区分から来た言葉ではなく大手自動車メーカーの販売戦略上の位置づけから来た言葉世界マーケットを対象に輸出販売されている車種を意味する世界戦略車 グローバルモデルという言葉と対地される。例えば、日本市場の国内専用車であれば、日本国内のみで販売される自動車の種類のことを意味する。日本国外へ輸出していない純粋な日本、国内専用車は2006年時点で、トヨタで、乗用車51車種中17車種、日産自動車で、乗用車26車種中5車種ほどである。 軽自動車はそのほとんどが日本の国内市場のみでの販売を前提にした国内専用車種だが六百六十 c c エンジンのママパキスタンで生産販売されているハ三十六アルトのような例外もある市場のグローバル化を受けメーカー各社は規模の経済の追求から世界各国で販売可能なモデルの生産へとシフトを行っているがそれと同時に 各国の内部市場特有のニーズを救い上げるためのモデルの生産も維持されている。国内専用車とは主にこうした各国特有の市場ニーズに応える形で生産、開発されている車種のことを表す。市場ニーズが各国特有の様相を呈する背景には様々な要因があるが、道路事情、駐車スペース、積雪などの地理的特性の違い、ガソリンや 経由の価格、移動距離や乗車人数などのユースケースの違い、課税システムや交通事故発生時の責任の定めといった関連法規の違いなどがある。右ハンドルと左ハンドルの違いが挙げられる場合もあるが、日本以外で左側通行の国も少なくなく、多くの自動車は設計段階からどちらにも対応できるよう考慮されているため、 ハンドルの位置の違いはそれほど大きな問題にはならない。とはいえ実際には国内専用車もいわゆる並行輸出という形でインドネシアマレーシア、香港、タイニュージーランド、オーストラリアなどの左側通行のアジア太平洋地域で多く走っているのをはじめ中古系自動車のニーズが根強いインドパキスタン、さらにロシアのように右側通行でも右ハンドル車を 許可している国に輸出されるものも多く、また右ハンドルから左ハンドルへ改造した上で使用される場合もある。なお、英語、ドメスティックカーの大役は、国産車、自国製の車であり、専用のという意味はない。完全な国内専用のコンパクトカーとして、開発された、マツダベリーサ2021年8月現在。 OEM および発売が予定されている車種を含む国内市場専用のネーミングが関されている車種は純粋な国内専用車ではないため除く星印が付与された車種は軽自動車印が付与された車種は現在在庫販売のみ行っている車種印が付与された車種は近日発売が予定されている車種 印が付与された車種は既存の市販車をベースに、ボディ外販フレーム等のパーツを手作業で製作、改造した、パイクカー系車種。2021年6月現在、OEM を含む、国内市場専用のネーミングが関されている車種は、純粋な国内専用車ではないため除く。星印が付与された車種は、軽自動車。ありがとうございます。